Hi guys, it's Chihi. Welcome back to my YouTube channel. どうも皆さんお久しぶりです。Chihi です。はい。ということでですね、私先日誕生日を迎えてですね、26歳になりました。イエーイ。20代後半になったということでですね、今日は26年間生きてきて学んだ15個のこと、15 things that I learned at 26ということでですね、15個のライフレッスンっていうのをシェアしていきたいと思います。まあライフレッスンって、まあ何だろう、学んだこう人生において役立つ考え方みたいなことですね。私が個人的に感じたそういうものを紹介していきたいと思います。ということで、まず一つ目ですね、古い固定概念とかにちゃんと疑問を持つことってすごい大事だなって感じました。やっぱりまあ私たちが育てられていく中で、家庭だったり、まあ教育だったりでね、いろんなこうことを学ぶわけじゃないですか。ただまあそういうこう学んだ概念っていうのがいつも正しいと限らないっていうことですね。そう、まあ固定概念もそうだし、プラスまあ自分に対する思い込みとか苦手意識とかもそうだと思います。自分がこうって決めつけちゃったそういう思い込みを一回こう排除していくことで、まあ、自分の可能性が広がったりとか選択肢が広がったりするので、そういう、そう、まあ、昔からある自分の中でのこう勝手な思い込みとかを一回それに対してこれって本当かなって疑問を持って考えていくっていうのはすごく大事だなって思いました。次、2つ目、完璧主義や高すぎる期待はやめるっていうことです。完璧を求めすぎて何も、例えば新しいことがチャレンジできないってなっちゃうともったいないから、そういう完璧でないといけないとか、こう自分に対して高すぎる理想を掲げるのはやめた方がいいよっていうことですね。そう、なんか前も紹介したけど Done is better than perfect っていう言葉があるように、やったっていう、ちょっとやってみたっていうことは完璧よりも大事っていう、そういうクォートがあるんですけどね。で、ダライラマもね言ってたんですけど、 Frustration is coming from expecting too much っていう言葉があるんですよ。フラストレーションって大体その、まあ、他人や自分に対して期待しすぎちゃうことから来るよって、もうまさにそうですよね。例えば私がこの動画を出したら絶対1万ビューいくだろうって期待してたりすると、大体それ通りにいかなかったりすると、結局それがフラストレーションの元になる。まあ、他人に対しての期待もそうですよね。自分がこれやってあげたら相手はこうやって感謝してくれるだろうとか、このぐらい感謝してくれるだろうって期待すればするほど、相手がその通りにやんなかったら自分がこうフラストレーション溜まるじゃないですか。そう、本当にだからその通りだなと思うんですよね。だからまあ他人にも自分にもあんまり期待しすぎないっていうのもすごい大事だなって思いました。次は、食って大事だよねっていう話。そう、まあピザとかさ、外食とか私もたまにするんですけど、基本的には自分でいろいろ一から作るようにしてて、でやっぱりそういう風にちゃんとバランスを考えてご飯を作ってる時の方が自分の体の調子がすごくいいような気がして、まあ気がするだけかもしれないけど、でもやっぱりそうやって自分で何を入れてるか分かっているっていうのはすごい大事だなって思いました。はい、次、4つ目が、執着を手放すことが大切だっていうことです。執着を手放すってよく仏教の教えとかで言われるんですけど、執着って生きていると誰しもが多分持っちゃう差がなんだと思うんですよね。例えば自分は周りからこう思われていたいみたいな、そういう欲もそうだし、これが欲しいっていう物欲もそれに当たるし、あれがこうなったらどうしよう、あなたらどうしようって考えちゃう心配とかもそうだし、結局まあ同じことを何回も考えちゃうときは、結局自分がその事柄に対して執着しているっていうことになるんですよね。でその執着が基本的に人間の悩み、苦悩につながってるよっていうのが仏教の教えで、その執着を断つのが大事ってよくその仏教の教えで言われてるんですけど、本当にまさにそうで、例えば心配とかいい例だと思うんですけど、明日仕事でこうなったらどうしようとかって自分がコントロールできないことじゃないですか。そういうことに対して心配をしちゃうのはすごくその時間がもったいないし、そういう時はやっぱりその執着に気づいて Let it go って手放すことがすごい大事だと思います。次、5つ目が、永遠なものは何もないっていうことです。 Nothing is permanent っていう言葉ですね。これはまあ仏教でまた言うと諸行無常っていう言葉がありますけど、本当に、まあ、例えば今すごく苦しい状態にいるっていう人もそれが永遠に続くわけじゃないし、逆に私たちの命っていうのも永遠じゃない、限りあるものじゃないですか。それをちゃんと覚えておくことってすごい大事だなと思ってて、でその私の場合もそうだけど、いつかこの命が終わっちゃうっていうことを
考えることによってすごくこう今っていう瞬間を大事にできるし、できるだけね今を楽しく過ごそうっていう風に考えることができるので、この何事も永遠ではない、何事も全部テンポラリー一時的なものっていうのを覚えておくことはすごく大事だと思います。次6番目、大切な人に愛を伝えることの大切さということです。まあこれはさっき言った何も永遠じゃないっていうところから来てるんですけど、やっぱり何も永遠じゃないし、みんないずれ死ぬじゃないですか。そういうことをちゃんと覚えておいて、だから今できる時にできるだけその周りの人、自分が好きな人、大好きな人に気持ちを伝える、いつもありがとうとか大好きだよとか何でもいいけどって言える時に伝えておくっていうのはすごい大事だなって感じます。次7番目、落ち込んだり悩んだりする時があっても大丈夫っていうことです。やっぱり昔私はそれこそ悩んだり落ち込むことがあると、自分が弱いみたいな感じで結構自分を責めたりとかしてたんですね。なんでこんなこと、自分こんな小さいことでくよくよしてんだとか悩んじゃうんだみたいな。でもそんな風に自分を責めても何もプラスなことがないというか、人間誰しもやっぱアップダウンであると思うんですよ。心がちょっとモヤモヤするっていう時もそうだし、落ち込んじゃう時とかも絶対あると思うんですけど、そういう時はそういう時があって OK って思うことってすごい大事だと思います。自分が落ち込んでることをまず許してあげる、大丈夫、あんた今日は心落ち込んでていいよって許してあげる、寄り添う姿勢を持つっていうのはすごく大事だなと思います。次8個目、自分の心が明るくなるセルフケアを知っておくっていうことです。これはさっき言ったその落ち込んだりしても OK っていうところから来てるんですけど、やっぱり落ち込んじゃうことは誰にでもある。でもそういう時に自分がこれをすればちょっと心が明るくなるなっていうアクティビティとかそういうものを知っておくのはすごい大事だと思います。だから私の場合だったら結構絵を描いたりとか、まあ、塗り絵とかでもそうだし、こう無心で何かできる作業みたいなのが好きなんですよ。まあ、だけどそれはやっぱりみんな人それぞれ違うと思うし、例えば運動をして心がスッキリする人もいると思うし、まあ、瞑想したい人とかね、いろいろいると思うけど、やっぱり自分には何が合うのかとか、それを知っておく。でやっぱ落ち込んだりした時に、じゃあこのアクティビティをやろうって、そういう形で自分の心をケアしていくことは本当に本当に大事だと思います。次9つ目は、誰かが笑顔になるようなことをするっていうことです。これは私最近すごい感じたことなんですけど、この間ね普通に私外でジョギングしてたんですよ。でそしたらすれ違う人がこっちを向いてニコニコしながら挨拶をしてくれたの、はいって。私それだけですごい嬉しくなって、なんかその日が明るくなったんですね、その人の笑顔で。その時にあ、すごいやっぱ人の笑顔とかってすごい力があるなと思って、で次の日私もすれ違う人全員にはいって挨拶したんですけど、なんかそういう小さいことでもやっぱり誰かを笑顔にするようなことができたら、めちゃめちゃ自分の心もハッピーになるんですよね。そう、まあ、なんでそういう風に挨拶を笑顔にするでもいいし、電車で席を譲るとか、おばあちゃんの荷物を持ってあげるとか何でもいいけど、そういうなんかちょっとでも自分が、あ、なんかちょっと人のためになることをしたなって思うことをすると自分もハッピーになりますね。まあ、ただやるときに大事なのは、相手はこうやって感謝してくれるだろうってあんまり期待しすぎずにやるっていうこと。やっぱりこうしてくれるだろうって期待しちゃうと、それこそそうじゃなかったときに、あーなんか無視されたとかって落ち込んじゃったりするので、そこ期待せずにこう人に親切にしてみるとかね。次10個目ですね、聞くことの大切さを学びました。この年になって私は結構家族とか友達とか仲いい人に対しては割と喋りがちというか、喋るのが好きなんですよね。だから多分今までずっと喋る方の側の人間だったんですけど、最近すごい思うのが、やっぱ聞くことってめっちゃ大事だなって思います。これはまたダライラマの引用になるんですけど、彼が言ってたのは、話すっていうことは自分が知っていることをリピートしているだけだけど、聞くっていうことで何か新しいアイディアとかそういうものを知ることができるから、聞くことって大事だよみたいなことを言ってて、いや本当まさにそうだなと思って、マジダライラマ本当にもう尊敬でしかないんだけど、だからやっぱりすごいフォーカスしてそれこそ聞くっていうのを心がけてます。でやっぱり自分がこうだって正しいって思っていることに対して違う意見を言ってくる人がいると、いや間違ってるって決めつけちゃうこともたまにあると思うんですけど、そういう人に対してもオープンな心で、あ、そういう意見もあるんだっていうことで、自分のこの
考え方っていうのも広がっていくと思うし、いい意味でインスピレーションを受けたりもできるので、はい、聞くことってやっぱりすごい大事ですね。はい、次ね、11個目は、社会的に正しいって思われてることってすごい変わるよねっていう話、時代によって。それこそ少し前は例えば正社員じゃないとダメみたいな、そういう時代もあったじゃないですか。でも今を考えてみると、それこそそのコロナとかでリストラされてる人が増えたりとかしていると、副業 OK っていうところが出てきたりとかね、やっぱり時代の流れによってそういう社会的な概念って変わっていくと思うので、あんまりそのこれが今正しいっていうところとされてるところの中で収まろうとしなくてもいいのかなって思いました。まあ、例えば美の定義とかもすごいいい例だなって思うんですけど、この何が綺麗とされてるかってやっぱり時代によって変わるじゃないですか。今はその痩せてる方が綺麗とかって言われてるからみんな一生懸命ダイエットしたりするけど、でも結局そこってその社会的なね、美の定義の中で収まろうとしてるから、十分に痩せてないと自分が美しくないって感じちゃったりとか、やっぱ若い人とか特にそうかなと思うんですけど、それって本当に多分10年後ぐらいにはちょっと太ってるぐらいがモテたりとかすると思う、わかんないけどね。だから結局そういうの変わるから、あんまりそこ気にしすぎない方がいいなっていうのは感じました。次、12個目は Being patient is important っていうことです。やっぱり我慢強さとか忍耐強さっていうのはすごく大事だなって感じました。これは特に私は自分の成長とか自分の成長の速度とかに対して、もっと早くこうならなきゃとか、もっと今すぐこうならなきゃっていう焦らなくてもいいよっていうこと。やっぱり成長とかって絶対時間がかかると思うし、忍耐強くこう待つっていうことはやっぱりすごい大事だなって思いました。はい、次、13個目は隣の芝はいつも青いっていうことを26年間生きてきて学びました。隣の芝はいつも青く見えるんですよ。なぜなら人はないものねだりだから。だから例えばすごくかっこいい仕事をしてる友達がめちゃめちゃかっこいいな、いいな、ああいう人生を送りたいなとかもそうだし、 SNS で見る、あ、この人いろんなところに旅行してなんていい生活を送ってんだろうとか、そういうの、そういう風に思うのもそうだし、やっぱりなんか他人がすごいいい人生を送ってるように見えちゃうんですよね。それってなんかナチュラルなことだと思うんですよ。ただやっぱりその誰しもがそれなりに悩みとか大変なことっていうのは人生の中であるわけなので、世界中旅行できたら絶対幸せになれるっていうとそうではないと思うんですよね。はい、その、隣の芝が青く見えるところから来てるのが、外側を変えても幸せになれるわけじゃないよっていうこと。さっきも言ったけど、やっぱり隣の芝が青く見えるから、そういうかっこいい仕事をしてる人がいい生活を送っているように見える。じゃあ私も例えばその人と全く同じ仕事をしようって、全く同じ仕事をしてみた、あなた幸せですかって言ったら、そうではないと思うんですよね。例えば、環境もそうだし、肩書き、仕事とかのステータスもそうだし、自分はすごい大きい家を持ってるとか、そういう外側のものをいくら変えても内が変わらないと絶対幸せになれないなっていうのをすごく感じました。というのを、私は日本に行った時めっちゃオーストラリアに来たくて、オーストラリア来たら来たでそれなりにまた悩みが出てきて、あ、じゃあ仕事をゲットしたら悩みがなくなる、仕事ゲットした、でもバイトだからすごいなんだろう、また悩みが出てくるみたいな、結局その外に求めてたから、ずっとずっとそのループですよね。これじゃあ自分にはこれが足りない、じゃあそれをゲットする、そしたらまた次に足りないものが出てきてっていう繰り返し。そうなんで、結局そういう中と向き合わないと絶対その外のものは自分を幸せにしてくれるわけではないんだなってね、しみじみ本当に感じました。15個目は今あるものに感謝する、グラティチュールっていうやつですよね。感謝、本当にそのやっぱり私たち日本っていう平和な国に生まれて、ある程度その生活水準とかも高いと思うんですけど、そういうとこに生まれてるとこう全てが当たり前のような感じがしちゃうんですよね。毎日ご飯があることとか、治安がいい場所に住んでいるとか、そういうこともすごく当たり前のように感じちゃうんだけど、それは絶対に当たり前じゃないし、そういう今ある環境とか今自分が持ってるものに感謝するっていうのはめちゃめちゃ大事だと思うし、それは本当に自分が幸せって感じるためにもしかしたら一番大事なことなのかもしれないですよね。そうだから私もそのずっとこう何当たり前、例えば家族が自分を愛してくれて当たり前とか思ってたこともあるし、でも何も当たり前じゃないんだなって思った時に、あ、自分ってすごいやっぱラッキーだなって、こんないいところに住めて、優しい旦那さんがいてとか、人それぞれね、いろいろあると思うんですけど、やっぱりその今あるものに感謝するグラティチュードっていうのはめちゃ多分めちゃもしかしたら一番大事かもしれないけど、大事だなって思いました。はい、ということで、私が26歳で学んだことを15個今ダーって全部ね説明してみました。
でもこうやってシェアできて私は嬉しいし、本当に皆さんに言いたいのは、いつも動画見てくれて本当にありがとうございます。さっきその人を笑顔にすることをするといいよ、自分がハッピーになるよっていう話をしたじゃないですか。で、挨拶してくれた人が私をハッピーにしてくれた。で、この動画を見てくれる人たちがいるっていうのは、私がにとって一つの生きがいじゃないけど、すごくね、私は心が支えられてるというか、コメントしてくれる人特にそうだし、コメント見るたびに私はなんか本当ありがとうって思うんですよね。そう、なんでだから本当いつもありがとうございます。でね、もうすぐ年は明けますけど、来年もよろしくお願いしますということで、本日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next one. Bye!